どうも皆さんこんにちは、アンサンブルスターズ音楽プロデューサーの桑原です。ありがとうございます。いや、おかげさまで初回に打ち切りにならずに済んだということで本当にありがとうございます。2回目になりました。今回もお付き合いお願いいたします。ね、第1回放送振り返ってってことなんですけども、どうだったんですかね、皆さん的にこう楽しんでいただけたのかな、どうなのかなと思いつつ、僕自身がですねあまりちょっとその SNS の反響をあんま見なくてですね、ちょっと どんなコメントを寄せられてるのかちょっとわからないんですけども、きっと楽しんでくれてたらいいな、だから2回目できてるのかななんて思っております。ありがとうございます。じゃあ今日はね、早速ゲストをお呼びしたいなと思っております。本日またお二方来ていらっしゃっております。で、本日一人目のゲストはこちらの方です。どうもー、嘘でしょ。いやどうも私が皆さんお待ちかね池田上純也と私でございます。いつの間にちょっとセカンドネームが入ってたんですね。そうなんですよ、あの前回なんか収録あのニコ生かなんか、ね、出させていただいた時に、あの池田上純也っていうあだ名がついたんで。なるほど。そうなんです、あまりにも顔が綺麗すぎて上って呼ばれてるんで。いや、そうなんですよね、はい、そうちょっと顔綺麗すぎるんですよね。ちょっとおかしいんだよな、慣れてんな。ありがとう、頼りになりますね。ちょっとありがとうございます。いや、来月次回からは僕が MC だということ、本当ですか。じゃあ、はい、今日からちょっと変わっていただいて。そうですね、はい、イケピースタジオに今日から、はい、変わります。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はね、ラビッツより池田純也さんがお越しになっていただいてます、はい、よろしくお願いいたします。数週間後なんですかね、はい、スターステフォース。そうですね、スターステが。そうなんですよ。考えられないですね、数週間後っていうことが。そうですね。そうですね。まあでもまあそうか、サードがあれで延期になって。そうそう、あれでね、あれでね、そうですね、去年の名前を言ってはいけない、あれで。そうですね、なんかね、嫌なやつですよ。嫌なやつですね、嫌なやつによってね。いや、でもです、毎回そうなんですよ。なんかセカンドの時も、はい、サードの時も純也くん、いや本当にね、リハ1回とかでね、1回ですね、大体覚えちゃうんで、はい、しかもなんかそう、結構何時間も撮るんですよ、お時間いただくんですけど、はいはい、あ、もう終わったんで帰りますみたいな。2時間ぐらいで。そう お疲れ様でした。ちょうどさっきなんかこの番組始まる前に、はい、スタッフと話してて、はい、可愛い、歌がうまい、演技ができる、ダンスができる、バク宙ができる、脚本演出やる、何ができないんですか。いやー、だからそれが何もできないことがないので神様かもしれないですよね。行ってみてーなー、そんなことは。天は五物も六物も与えるよく言われますけれども、それが、はい、私のことでございます。あ、なるほど、はい、大変勉強させていただきます。あ、もう何かあったらいつでも、はい、もう僕の手にかかれば何でもどうとでもなるんで、はい、ありがとうございます。ちょっと少しお話出たんですけど、今回ちょっとスタステをちょっと、はい、今までのなんて言うでしょうね、ライブの形とちょっと違う形にしたいななんて思ってて、そう、ちょうどさっき話してた、まあ、嫌なやつのせいで、嫌なやつのね、まあ、この1年半ぐらいですかね、はい、なんかエンタメ業界がなんかいろいろちょっと、ね、なかなかね、大変じゃないですかね、多分たくさんやられてると思うんで、はい、なんかやっぱこう難しいなとか歯がゆいなと思うところもあって、どうしてもこうキャーとかワーとか、ね、言いたい時にね、そう言えないって、なんかその見てる側もなんかこうなんて言うんでしょうね、出して行っちゃいけないのかなっていう空気で、なんかセーブかかった状態でやっぱイベントをなんか見なきゃいけないっていう、ちょっとなんていうでしょうね、ちょっとだけスタートが遅いというか、気持ちのスタートが遅い状態がなんか続いてるなと思って、なんかそういう状態でも楽しめるものになんか今回はしたいなと思って。と言いますと、なんかちょっとそう、普通やっぱこう声優さんのライブとかだと MC パートとか結構長めに撮って、まあクロストークしてっていうのがあるんですけど、今回ちょっとまあライブのコンセプトも相まって、夜のパレードっていう。夜のパレード、そうなんですよ、エロティック、なんで、そうですね、それはね、それは深夜の方かな。もうちょっと明るくしましょうか。時間帯ちょっともうちょっと早めて。あ、ごめんなさい、はい、僕いつもちょっとその夜のパレードのテンションでやってるんで、ね、夕方ぐらいからにしてもらっていいですかね。すいません、まあちょっとこう MC パートを挟みすぎると、はい、
ちょっとこうなんでしょうね、パレードってこう続くものって次々こう代わり番組にこう流れてくるものだと思っているので、なんかそういうものを表現したいなと思ってて、ちょっと MC パートっていうのはちょっと若干少なめにちょっと今回は設定させてもらっているので、そこもちょっと楽しんでいただけたらな。MC パートが少なくなってる分、いろんなところでこうお客さんがこう見て楽しめる、そうですね、視覚的に楽しめるとか逆にこう盛り上がる、声援するっていう方になんか集中できるようなライブにしてみたいなという、素晴らしい、ちょっと今回試みでやらせていただいておりますので、ねえ、まあライブでは僕の投げキスが見れるのか、そうですね、何回するんですか投げキスそうですね、何回しましょうか ね、数えてもらいましょうか ね、 皆さんにね、あいつ何回したよみたいな、はい、答え合わせをどっかで、じゃあちょっとね、はい、楽しみにしておりますのでお願いします。本日2人目のゲストをお呼びいたします、はい、こちらの方です、どうぞ。いらっしゃいませー。あら、新車無理だよ、無理だよ、無理だよ、無理だよすいません、どうもありがとうございますはい、白かぶりの松井を経た確かにかぶってます、まさかね、打ち合わせちょっとなしに、いやだから家出るときにちょっと変えようって言ったのに、ほんとごめんねメール見損なってたの、レアルックだと思われちゃうからって言ったのに、もう家出る前に気が付くべきだった一緒に出たのにそんな感じそんな感じなんですか現在なんか公開されてるアンスタミュージックの方ですね、はい、楽曲のうち17曲もの曲を松井さんが、もう17曲あるのらしいですよすごい、逆に17曲なんだって感じなんですよね、実はね、実はなんかそう未来に行き過ぎてて、そう未来に行き過ぎてもう現在に何曲やってるのか分かんないんで、うん、現在でももう17曲もリリースされてるってことなんで、はい、わあすごいですね、直近だとあのエイプリルフールで、はい、ありましたね、うんダムみたいな、見て何ダムなんだっていう、何ダムなんか分からないですね、何ダム何度なんだっていう、あったエンドレス B で、はい、はい、エンドレス B でありましたね、ありましたね、あの歌が聞こえないという、あ、そうなんですよそうそう、なんかあの曲仕上げるときに僕はそのセリフをもらってなかったので、はい、まああの脚本はとか台本はもらってたんですけど、うん、曲自体を仕上げて、はい、実際その実装されてみて、よしやるぞと思ったらセリフがでかくてで映像もすごい凝ってるじゃないですか、でゲームで実際プレイするわけですよ、うん、情報量が多くて、セリフも音楽あれ音楽聞こえない、音もなんかこう追わなきゃ、気になることが多すぎて、あの仮面の男は何でなんだなんでなんだ一体とかね、いやいや本当に、いや素晴らしい、あの企画をね、さすがね、ちょっとあのやってくれることが違いますよ ね違いますね、本当びっくりしましたよ、本当にありがとうございますね、朝倉さん変わってるんですよ、あれいやそれこそあの某ロボットアニメで、その僕がその主人公チームを演じてて、敵ボスが緑川さんだったんですけど、ああれですね、なんとかプリンスみたいなですね、そうですそうです、はい、なんかそれをすごい思い出しましたあ懐かしいなと、液体名がなんたらプリンスだったね最近だと直近で公開された I'll be with you とかありますね、ね、ブライダルって感じの、いやめっちゃ好きなんですよね、いやここまでラブソングをやるとは思わなかったですね、いや確かになんか明確なここまでのラブソングっていう発見もなかなかなかったので、うん、すごい新鮮でしたね、本当に書いてて自分がちょっと本当恥ずかしくなって最初なんかね、あの発注してる 手前ね、まあ、分かってるんですけど、上がってきた時に、うん、すごいなんか女性的なじゃないですけど綺麗な歌詞なんで、あれ児玉さん頼んだっけなって書けるんだよ、あ実は実はいろいろなんかそう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 、俺なんかサーカスの作詞家としてサーカスの人と思われてる節があるんでいろいろやってるんで、そうですか、あれのね、はい、綺麗な女性的なところもいいななんて思って、ありがとうございます、本当にブライダルソングぜひね、あのたくさん聴いていただきたいですね、本当に僕は今絶賛イベント走ってるんですが、はい、だいぶ辛いっすだいぶ辛いっすね、いや、やっぱ結婚前提にすると辛いんだよ、なるほどな、重いな、深いな、難しいな、そういうのか、なるほど、あるです、はい、なるほど、ね、はい、というわけでね、今月のクワピースタジオは池田純也さんと松井陽平さん、はい、桑原の3人でお送りしたいと思います、最後までよろしくお願いします。はい、ということで早速始めていきたいなと思っておりますが、今回も素敵な軽食とお茶をご用意していただきました、すごい美味しそう、ビューティフル、いい、ビューティフルです ですね、こんなパンツ見たことないもん、ね、白すぎない、綺麗ですよね、全体的に白すぎない、うん、絵が白すぎない、あ確かに白バーガーまで大丈夫かなと思う、美味しそうな絵がね、軽食にはチャッティーチャッティーさんのミニハンバーガーと、ミニハンバーガー
お茶の方はニューイングリッシュティーの茶葉でアイスティーご用意いたしました。すごいんですよ、このパッケージが可愛くて。あ、可愛い。あ、アリスだ。アリスだ。そうなんですよ。ひょっとして？そうなんですよ。なるほど。さすが気が利いてるなと思って。これはね、後で触れたいななんて思いますが。はい。きっと多分天間みつるがパンが大好きで、そう。ハンバーグが大好物で、うん、そう。だからのハンバーガーですね。そうなんですよ。素晴らしい。ちょっとじゃあいただきます。はい。うん。うんうんうん、ちょっと見た目的に、うんうん、ちょっと可愛らしいサイズ感じゃないですか、はいはいはい、この白い感じも含めて、はいはいはい、ちょっとこう優しい感じなのかなと思ったら、うん、意外と味にかなりパンチがあるというか、パンチある、ほら、ちゃんとね肉を食ってるっていう感じが、すごい、うん、何がすごいってこの食リポがすごいすごい、ね、うん、すごい慣れてる、肉を食ってるっていう感じ、うん、そう肉を食ってる肉を食ってるっていうその満足感と、うんうん、ね、この見た目の可愛さと、で他やっぱり、ね、バンズが特徴的なんですよ、もちもちなんですよね、なんかそうバンズがすごい有名なお店なんです、すごい美味しいです、うん、めちゃめちゃ美味しいです、おしゃれ、皆さん映えます ね、あ、どうぞ皆さんも食べて、すごいな、ちゃんとやっぱり兄ちゃんとかにも食べさせてあげたいな、ちょっと食べて、え、うん、どういうこと、はいはいはい、食べて食べて、どういうことなんか出てきた、帽子から出てくるの、うん、いや帽子からそろそろ何か出さないと怒られると思って、うん、いつもねシルクハットですからね、そうシルクハットでお前何やってんだと思ってラビッツ分作ってきたんですよね、あーなるほどかわいい、かわいい、そうなんですよ、ちっちゃいウサギが、そう一応ラビッツってことで今日そ, うそこまでがね、そこまでがね、そうなんですよ、ね、ちょっといつもね、あ、ありがとうございます、三つ目の手でほら、お食べお食べよ う, そう前回、緑川さんがそう、縫い持ってきてて、ね、そう、そう持ったんで何かしらいいなと思って見てて、そうそう俺ないなと思って、何かないかなと思って俺食っちゃったもんまさかの、あーね、大好物なんですよ、ほんまそう、あ、ほんとパンチ効いてるし、あ、ほんとすごい、うん、ほんともっちりしてる、美味しい、こんなパッケージのやつもちゃんとあって探してくれるのがすごいなと思って、すごいですね、すごいですね、スタッフさん、ほんとにさすがです、ちゃんとほんとにミスルっぽい、なんか可愛らしい見た目だけど、意外と芯がしっかりシルクハットいますよ、ほんとだそこ回してきたのかな、そう、絶対そこ回してきたのマッドハッタじゃあ僕の方もいただきます、うん、いい一口、いい一口、はい、ハンバーガーにかぶりつくクワピー、それをかぶりついて見る視聴者の皆さんやめろ、アップやめろ食レポは聞いたことあるけど食してる人レポって何おいしい、肉汁もすごい、すごいですよね、うん、パンチありますね、うん、このシリーズ、実はこのお店自体行ったことあって、うん、あ、そうなの、他の食べたことあるんですけど、うん、これは初めて食べました、うん、おいしい、オニオンリングめっちゃ好きなんですよね、わかります、いいですよね、オニオンリング大好き、うん、オニオンリングかなと思ってやったと思って食べた時にイカリングだった時ねめっちゃわかる、めっちゃわかるな、残念感ね、残念感がすごい、イカリングの方が格上なはずなのに二人なんか今回初めまして、そうなんです、初めましてなんですよ、初めましてとは思えない、思えない、そうですね、親近感しかない、そうですね、もう本当に同じ親から生まれたのかなって思って同じ親から生まれて俺この皿だったらほんまビビるわ美だよこっちなんかこれあるせいで俺絵を見てるだと思ったモナレザ的な感じだったって俺も、はい、皆さんよく見てください、これが池田の綺麗な顔です、ね、綺麗だね、この距離で見るとね贅沢、本当に、いや贅沢ですよね、一人美術館なかなかねこうないですからね、テレビの方とかこんな近くで見ることなですか、うん、でも本当初めてなんですけど、はい、ね、ね、初めてなんですけども、なんかやっぱりあの三つの声聞いてるんでやっぱ初めてっていうか、なんかしないんですよ、確かに、うん、まあ、確かに僕も松井さんの歌を歌わせていただいてるので、まあ、初めてっていう感じしないですよね、お名前もやっぱ毎回見てるし、ありがとうございますし、あと三つの曲っていうか、まあ、ソロも書いてるんですけども、はい、星子の時の曲が多くて、そうなんですよ、ね、ラベツって実は、うん、あのフォーリンまでは1曲しかなかったんですよ、そうですよね、うん、そうかそうかそうか、あ、でそれもあれですよね、七夕の、そう七夕なんですよ、そうですよね、だからミツルが星子だったかな、星5だ、でしたでしたでした、やったらなんかミツルに縁があって、なるほど、それもあってなんかすごい親近感があったんですよ、ミツル担当なんですかね、ミツタン、ミツタン、ミツタン、あらポン酢みたいなだけどそうなんですよ、ラビッツの中で推しはちなみに
でもミツルですよ。ありがとうございます。ダッシュダッシュ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。見せたいものがあるんだよ。なんだよ。なんだよ。見てくださいよこれ。あ、すごい貫突したんですよ。すげー。マジで。すごい。ミツル、すごい。頑張りました。やばいな、やっぱ金の力っすか。違う金だけじゃダメなんだよ、これ走んなきゃいけないからちゃんと時間使って無限に課金しまくってるじゃないですか。課金だけじゃ出ないのこれ。ちゃんとね、すごいすごい、ちゃんとやった証ですよ、うん、池田さんね、普段脚本とかもやられるじゃないですか、はい、そうですね、はい、松井さんはね、あのたまにも脚本やってますよね。昔やってましたし、でも作詞がやっぱ多いんで、どうですか、はい、作詞とかって。そうですね、まあ自分の作品でその、まあ、ミュージカルとか音楽劇とかやらせていただくときは、はいはい、作詞も一応やらせていただいてるんですけど、難しいですよね作詞ってね。どういうとこ気にします？割とでも自分がその視線で完全に書いて、うんうん、音楽家さんとその後に打ち合わせをして、うんうんうん、楽曲作っていくっていうことが多いので。でもあれですね、作詞家さんの場合だと曲線の方が、そうですね、どうしても曲が先に来ることが多いですね、はい、もう9割9分そうですね、今かそれがそこにはめていくっていうのが多分きっと違う脳なんだろうなとは思います、うんうんうん、あでも作り方は違うかもしれないですね、うんうんうん、もうその尺に合うもので、はい、しかもなんか言葉のをどこが盛り上がるかとかっていうのをちょっと意識して書いたりもするんで、はいはいうん、やっぱ三つ目の曲でもここも最後ダッシュダッシュしかないだろうってダッって言われたら聞いた瞬間にもうそこから始まりました。まあそうですね、うん、確かにでも歌ってて気持ちよかったな、うん、そうだよなと思いました。そうでも歌ってて気持ちいいって言っていただけるのが一番嬉しいかもしれない。ありがとうございます。難しいですね、脚本ありきというかその舞台作品のだと、はい、やっぱこう結構明確にしなきゃいけなかったりとか、うんうんまあ、ぼかしてもその場でこう演じてくれたりとか、はい、歌った時のその表情とかで、ええ、こう100答えを書かなくても成立するところあるじゃないですか。そうですね、はい、なんかこう普通にこうキャラソンとか、うんまあ、なんかこう楽曲の歌詞って、うん、答え出しすぎも良くないとか結構言うじゃないですか。あもうそうですね、そういうの どんな苦しみがあるのかなって、どういう線引きというかどこまでにしてるとかってなんかあったりするんですか。いや結構でも答えとかないとないと空っぽになっちゃうのも嫌なんで、できるだけ違う言葉で隠すとか。なるほど、うんなんか折りたたんでるとか、はい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 、あともっと大きな意味にしちゃうとか、フォーリーナビットとかどっちかとそんな感じかもしれないですね。ミルキースタリーチャウンとかも七夕っていうところでもあるけども、やっぱラビッツの物語っていうのは出すようにしてて、うんうんうん、やっぱあのサイリウムの天の川っていうのはやっぱり頭の中にちゃんと入れて最初作り出したのあるんで、なんかこうアンスターがもうやっぱ6年続いていて、はい、なんかこう昔に作ってたその昔に書いていただいた曲とかもあって、うん、なんかこうその当時こうだろうっていう、まあ、このストーリーがあってこうだろうって書いてたものがこう年月が経って新しいイベントが出て、うん、なんかより深みが増していくっていうのがあって、なんかこれはなんか狙ってできるものではないと思うんですけど、なんか自然とそうなっていくのか、なんか曲が育っていくみたいな感じがありますよね。いやなんか不思議なイメージがありますよね。こんなにすごいなんかこうなんか深掘りっていうか深掘りというかずっと付き合いを続けさせてもらえる作品なかったんで、うん、その成長曲の成長を見れるのがすごく楽しいなと思って、うんね、いや作詞をやられるお二人にはちょっと尊敬をしております。僕は、ね、曲作るのがすごい。作詞ちょっと無理ですね。僕曲作るの無理なんで、はい、その部分はやっぱり神様には僕は与えてくれなかった。なるほど、はい、いや絶対やったら作れると思う。絶対そうなんだよ。できちゃったっていうタイプだと思う。ちなみに僕らお二人の出会いとかもうちょっとお話ししたいなと思って、純也さんは僕はでも本当に収録が初めましてだったんで。そうですね、アンスターきっかけでお会いしてということですね。そうですよね、はい、レコーディングの時に初めましてだったんですけど、でもなんかいろいろお話しして、なんか収録のたびにいろいろお話しさせてもらうんですけど、まあ、大体がですね、まあ、放送できないような話だったので、そうですね、ですね、まあ、下ネタか金の話か。うだぴーチャンネルでやってる。いやでもすごい楽しく、ね、やらせてもらってるんですけど、うん、でそういう思い出があって、でもなんか結構アンスタのキャストの中で、はい、なんか特別仲いい人とかっているんですか。
一人もいないですね。あれあれでも面識ある人いますもんね。まあもちろん皆さん面識、作品でご一緒、はいはい、まあアニメもありましたし、ね、まあコンサートでもご一緒しましたし、うんうん、まあそれ以前から例えばアンデッドでやってるあの細貝圭君とかは、うんうんね、1年間別の作品で一緒にやってたりとか、うんうん、まあそれこそアニメ作品も他も いろいろやらせていただいているので、そのさっきお話し出た緑川さんとか、うんうん、村瀬君とかもそうです、はいはいはい、まあ結構皆さん知り合いはいるんですけど、特段仲いい人はいない。なんかちょっと失礼なこと聞いちゃったかな。いや、プライベートで会う人は一人もいない。いない。いない。でもなんかあれあったじゃないですか。だからセカンドのさ、ライブの時これは。いや、じゃあラビッツで集まってご飯食べたとかありましたよね。ラビッツで集まってご飯というよりも、あれですね。ユニットゲネプロっていうのがありまして、ユニットゲネプロをそのスタジオで練習して、まあ本番向こうに持っていこうっていう、その最後ので、むしろその最後のところだけで僕が会って、そうですね、僕ずっと一人でやってて、あと3人の方はお3人で一緒にレッスンされてらっしゃって、でそこでやっと合わせで4人揃ってやって、せっかくだしご飯行こうって言って、その帰り道にご飯を食べたのが最初で最後。最後まだあるかもしれない。未来の話をしよう。未来の話をしよう。そこは。でその時に確か初めて LINE を教えた。でも LINE 知ってるんだらいいじゃん。そうなんです。でも LINE 教えてって言われて、やってないって嘘ついたんで、ずっと僕。なんで？やってないわけない。やってる気配しかない。でも一応説明させていただきますと、はい、これはラビッツに限らずですよ。そうですね、僕という人間が基本 LINE をやってないふりをしてるってだけなんで。じゃあ誰としてるの？LINE 公式としてるの？基本的には1年以上知り合いにならないと LINE。 あ、なるほど。あ、でもね、いいですよね、それはそれで。今日7月2日ですよ、はいはい、LINE、ちょうど誕生日なんだけど、来年の誕生日にあったら、もしあったら教えてもらえるかもしれない。あ、まあ、ただその時にもしかしたら1回しか会ってないから教えてもらえるかもしれない。絶対収録のために。ちなみにクワピーの LINE は知りません。僕知ってますよ。あれ、そうでしたっけ。知ってるんですよ。嘘嘘。でも出会って、あ、5年ぐらい経ってた。4年か5年ぐらい経ってから知ってます。でも一度もだからやり取りしてないってことですよね。そうそうですよね。そうだから結局なんかお互い忙しいし、でも舞台はなんか見に行きたいっていう話して、はい、結局そのお誘いいただいて、はい、タイミングが合わず で行けなくて、クソと思って、で、近々舞台とか。そうなんですよ。あるんですか？ぜひ見に来ていただきたいなと思ってるんですけど、8月5日に紀ノ国屋ホールで開幕いたします。私とそれから生駒里奈ちゃんのダブル主演でやらせていただくフォーディメーターという作品がね、8月5日から東京で、その後大阪も公演ありますので、ぜひ皆様舞台見に来てくださいね。いいですね。なんか番組っぽくなりました。嬉しい嬉しい、ね、こういうのいいですね。やっぱりね、やっぱこうアンスタでこう僕の存在を知ってくださってるファンの方々とか、はい、まあ、そのお客様が、うんうん、そのまた違ったその魅力というか、うんうん、なんかそういうところも楽しんでいただきたいなと思いますし、うんうんうん、なんかそこから派生してね、まあ、逆に言うとその舞台だったり映像で僕のことを知ってくださってる方がアンスタハマってくれたりっていうのもよくあることでございますからね、うんうん、ぜひなんかギャップがあっていいですよね。かっこいい池田が見えますよ。あ、いいですね。ちなみに僕と松井さんとなんか出会い話せたらなと思うんですけど、はい、覚えてます？覚えてる？いや、もうほんまマジで覚えてないかも。全然わかんないですよね。でも、R ってなってからですね。俺最初どっちかというと司くんと会ってたような気がする。あ、でもそうですね、最初の頃はそうかもしれないですね、うん、うちのクリエイターの矢時司っていうのがいるんですけど、うん、とやり取りが多かったのかなっていう感じで、気がついたら、そうそう、でも桑原君と何曲かデモを作ったことある。ありました。あったあった、俺今思い出したもんだって。思い出した、うん、それが大体何年前ぐらいの話なんですか？もう6年、いや、聞かない、絶対聞かない。8年とか、そうそう、10年近く前に。そうですね、そうそうそう。なんかとある偉い方から、はい、お前はバンドをやるんだって言われて、はい、そうそうそう、そうなんですかって言って、ギターは用意したからって言われて、あ、そうなんですか、はい、うん、で曲書けって言われて、はい、分かりましたって言ったら、歌詞は書くからって言われて、ほう、メンバーではなかったんです。そう、メンバーではなかったけど、メンバーではないのに歌詞をなんか
デビューするかどうかも分からないユニットの歌詞を全曲英語で書かされたっていう。そうですなんか5曲ぐらい書いたんだよね。そう5曲ぐらい書いて、すごいそれめちゃめちゃかっこいいね。どれも世に出てないです、ね、もう今日流しましょうじゃん。流そう YouTube だから流せるだめだ。ありましたね。あったあった。言われればあったな、うん。でもなんかたくさんそういろんな作品でご一緒してる、ね、そう作品はそう一緒すぎて逆に本当にその最初が分かんないっていう感じ。そう僕は逆にこのアンサンブルスターズ始めた時その、まあ、始めるきっかけになった時に、はい、あのやられるのを聞いて知ったんですよ。あそうだったんですね。そうですね中辻さんと松井さんのペアでオンリガスターズを主題歌をやりますっていう話を聞いて、はい、そこの時はもうまだ事前登録が始まったぐらいの時だったんで、でその時に初めて作品知って、ああこんなのあるんだと思って、そうびっくりしました。もうびっくりしたね本当に。本当に、うん。その後小原くんが、うん、そうなんですよ、うん。まさか自分もこんなことになるとは。ねえ。いやありがたいご縁なんですけども。本当そう。そんな出会いですね。そして MC 番組まで持ち、うん、ゲストに呼び。そうなんですよね。すごいですね。そう。なんか本当にすごい。こんな。MC をするような話じゃなかったんですけどね。そりゃそうですよね。そうね、6年前、まあ、僕もここに座ってるとは当然思ってなかったんですよ。あの時からクワピーの MC を考えてたっていうのは軽眼すぎる。いやそうですね、びっくりですよね、うん。はい、じゃあそれでは楽曲の方についても触れていきたいなと思っております。はい、さっきねちょっとお話にもちょろちょろ出てきたんですが、松井さんが作詞されてるラビッツの曲そんな実は多くないんですよね。そうです、ラビッツとしては本当に、うん、まあ2曲かな今で。そうですよね。であとはミツルのソロと、はい、そうですね、まあ、なんか全体曲みたいな感じですか ね、うん、あステであるわ。あステか、うん、そっかそっか。そうですよね。だからなんかラビッツやもうちょっとやってもらおうかなと思ったんだけど、うんうんうん、舞台の方はねオリジナルキャストさんの方は歌ってないので、舞台の役者さんの方が歌ってるんで、はいはいはい、そっちの方のそうなんですよ新曲も結構あって、うん、あそうなんですね。アンステの作詞そのオリジナル曲は全部松井さんが作詞してくれて、させていただいてまして、よかったら、ミルキースタリーチャームが MV があるので、はいはい、見たい。見たいね。懐かしい。もうもはや何年前でしたっけ。もうでも本当に3、4年前とかなっちゃうんですかね。あーかわいい、あーかわいい。素晴らしいですね。あ出てますね。おーすごい。この衣装が出た時に、うん、女の子にしか見えなくてすごいっすよね。特に謎なね。そう、うん、分かる。あのなんか星子のあのスチールがこうちょっと煽りのアングルのカメラでこうみつるこうやってやってる、はいはい、もうあの僕は踏まれたいとしか思わない。まあいいっすね。あそのままその発想はなかった。あもう今そんな感じですね。踏まれたい。これ、はい、こうやって踏まれたいですね。もうあの床になりたい。床になりたい。みんな思ってると思います。天の川って言ってるのにね、床見てるっていう。星見て。なんかこの曲でこうなんか歌い分けとか多分松井さんにやってもらったと思うんですけど、そうなんですよね。なんかこのポイントとかあったりしたんですか。そう歌い分け結構この曲って歌い分けコロコロ変わって、うんうん、どっちかっていうとまあ、もちろん星5がこの時トモヤと多分ミツルだったと思うんで、はい、あの2人がまあ星5感が出るようにはしてるんですけども、うんうん、まあもしなんか他の曲とかでもいろいろあるんですけども、ミツルの歌い分けをするときにできるだけなんか軽く言ってるようで芯をついてるみたいな感じのところがミツル出たらいいなっていうような歌い分けにはしてますね。今はまだ届かなくてもなんかね、なんかいろいろ言ってるようで結構意外と芯をつくときってあるじゃないですか、はい、なんかそれがなんか歌い分けでも出たらいいかなっていう。確かに、はい、まあ、この曲は特になんかね成長感は欲しかったですね。やっぱ暁とやってるっていうのは、うん、イメージであったんで、あの頃のもう僕たちじゃないっていうようなところも、すごい綺麗だな。これあるから僕らコンサートやんなくていいんじゃないですか。それね、でもちょいちょい言われるんですよね。
そうね、まあ、MV もあるし、そう MV もあるし、やっぱあの 3D ライブが 3D ライブが、ね、あるから、はい、うん、呼んだ方がいいんじゃないかなやっぱね、おっしゃる方もいらっしゃいますね。そうですね、まあ、ただ池田の顔だけはやっぱりちょっと綺麗すぎるので、 そうですね、あ、そこは重要なんでね。いや、 CG であれ池田さんに差し替えたらいいんだよ一人だけ一人だけでしょ。やだやだ、恥ずかすぎる。さすがにちょっと半端は歌詞カードがね、多分お手元にあると思うんで、はいはい、なんかこう、今の曲でここお気に入りポイントの歌詞とかありますか、ジュニアさんの。でもそうだなぁ、ラビッツ曲いい曲多いっすよね。そう、ほんと多いの。改めて聴いてみて、すっげえいい曲多いなと思って。僕実はこれネタバラシすると、あの亡くなってしまったスタステサードの、はいはい、どっちだったかな、どっちの公演か忘れちゃったんですけど、はい、あの1日2公演、はい、あ、違う、1日1公演か、土日ってあったんですけど、はいはい、どっちかの本編最後をミルキースターリーチャームにしてたんです。うわー、マジで本当にそれもうやって、今からでも1年経っちゃったからな。そうなんですよね。でね、ちょっとね、そこでね、本編最後でちょっとお願いをして、うん、その中後になんかサプライズがあったら面白いなみたいな展開考えてたんですけど、うんうん、ちょっとね、憎いやつのせいで、まあやつのね、名前を言ってはいけないやつのせいで、はい、そうなんですよ。いいじゃん、なんか一回クワピースタジオ、なんかこれクワピーのやつで一、はい、回サードをこんな感じの演出するつもりでしたっていうのを延々語るって。やだもうむしろだから、このクアピースタジオでその音楽番組を一本作る。ああ、なるほどね。スタジオで、はいはいはい、スタジオライブ的な、スタジオライブみたいな、はいはい、それできるんですか。うんうんって言ってできる、できるんだ、何でもできる。まあこれ発案者僕なんで必ず呼んでいただくというその時はもちろんスタートダッシュダッシュを歌わせていただきますんで、あのオープニングで、オープニングで、ね、オープニングでスタートダッシュダッシュ、スタートダッシュ大事ですよ、オープニングから。でも歌詞で言うと本当メルティーキッチンの異質ですよねすごい、もうメルティーキッチンすごいですね、はい、あのもうワールドがやっぱ上がったんで、そうなんです、はい、初めてそのまあ、僕らその歌わせていただく楽曲って、はい、うん、まあ、まずもう決まってからそのデモとしてあの仮歌が入っている状態でいただくんですけど、そのメルティの仮歌が来た時におやっていう一回確認するっていうタイトルをちゃんと、うん、ちょっと待って、合ってるよね、ラビッツ、うん、もう一回聞こうと結構そのまああの時と場合によって違ったりするんですけど、その仮歌歌ってくださってる方が割とこうのぶとい男っぽい声で、そうなんですよ、ね、そうですね、そうなんですよ、はい、それでメルティを歌ってたのをその最初に仮歌で聞いた時にこれは大丈夫なのかっていうその当時ね、よくあの仮歌さんで歌ってくれてた人が結構ヒーローソングみたいな感じのかっこいい歌い方をする人だったんでちょっとね、その人に頑張ってもらったんですけど限界ありましたねキュすごいすごいっすよね。やっぱ食べさせ合いっこしてみた話はやっぱりいつかやるべきだと思うんですよこれがみんな多分絶対知りたい。いやでも僕、いや本当にちょっとあんまり自信がなかったわけじゃないんですけど、この曲どういう反応になるんだろうって、うんうん、ちょっと怖かった部分もあったんですよ。でも実際そのリリースされて、はい、そこをかなんだろう、喜んでくれるファンがたくさんいて、はい、そうですね、よかったと思って、僕もびっくりしました。まさかこの曲がもうなんか代表曲ぐらいまで押し上げられると思ってなかったからいやでも本当にいい曲だらけですごい好きだな。サビのキャッチーさずば抜けてるかも。そうですよね、可愛いんだよな、うん、本気出すとウサギになっちゃうってどういうことなんだ。そうですね、じゃあ一回本気出す本気出すほしいですね、一回本気出す、ね、出す、はい、マジで多分本当にあのもうこのサイズのウサギ本気出せばこれバズりますよ人がウサギになるっていうかそうですね、じゃあ、フォースではちょっと一回本気出してみようかなじゃあウサギ用意しておいてください。逆に松井さんがこうされてない、作詞されてない曲で、はい、この曲特にお気に入りみたいなのありますか。ああでもそうですね、まあ、メルティーもそうですけどでもジョイフルボックスとかやっぱ楽しいですよね、はい、なんか、うんうんうん、なんて言うんだろう、若干こう90年代の風を感じるというか、うんうんうん、あ確かに見れるんですね。
出てくるもんだね。すごい。ここのロゴがまずかっこいいんですよね。なんかかっこいいの。そう、なんかこれ本当に一番最初のファーストの時の曲だったんですけど、なんか僕の勝手なイメージがあって、あの可愛いアイドルの後ろバックバンドって、うん、なぜかちょっとこういい体格をした年季の入ったおじさんたちが弾いてるっていうイメージがあって、だからバカテクにしようっていう話になったんですね。でだからこんな可愛い曲なのにめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、そうですね。なるほどね。バックバンドの演奏が分かるね。そう、でもこのちょっとスカ感とかも、なんかちょっと年代を感じるというか、はいはい、多分僕が思ってたのは間違いじゃなかったんだね。そうなんですよ。ちょっと往年の感じを出していかないと、はい、と思って、よりなんかそうすると声の可愛さがこう際立って可愛い楽曲になるなと思って。懐かしいな。これだって最初ですよね。最初ですよ。この歌で出会ったんですね、2人。そうです、初めまして。で、この曲、本当にこの曲だったと思います。もう6年前の多分7月とか、そんなレベルだと思いますね。これラビッツの曲としてこういう曲になるなって聞いた時、最初の感想というか。そうですね、だからそもそもアンサンブルスターズを始めた時に多分、ね、歌はないっていう話だったんですよ、確か。で、一番最初本当にだからこんなに長く続くとも思ってなかったので、うん、あの1回収録1日行っておしまいだと思ってたから、はいはいはい、でそういう、まあ、アプリゲームが、うんうん、あのリリースされるんだよっていうことで、うん、あ、なんかこういう仕事も面白いなぐらいに思ってたんですけど、うん、まさかまさかのそれが大ヒットになり、うん、歌出します、はい、コンサートします、はい、ファンミーティングがある番組ができるみたいな、なんかこんなあれよあれよという間にと、まあただでももうやっぱ6年やってますから、もうもはや生活の一部になりつつありますけどね。やっぱり毎年というか、まあワンクールに1回ぐらいはね、このスタジオに僕も来てるわけじゃないですか。そうですね、確かに来ていただいてますね。なんかそう、意外に多いですよね、撮る曲数も、ね、曲数は多いなかなかないですからね、こんなに年間撮る曲も。ミツルの第一印象って何かあるんですか。いや、だからこれもちょっとしたこぼれ話なんですけど、はいはい、あの最初にそのオファーをいただいた時に、はい、その実は違うキャラクターの資料をいただいてたんです。そうなんですね。そうなんです。で、そのキャラクターがなんとなくこう今までその自分がまあ俳優だったり声優だったりでこう演じたことのあるタイプのキャラクターだったので、なんかどうせこう新しいことを始めて、でそのアプリゲームっていうところもあるし、一回こっきりの挑戦だったら今までやったことないキャラクターやりたいんですよねみたいなのを、そのキャスティングのプロデューサーの方とかとお話しさせていただいて、そこで上がってきたのがミツルだったんですよ。確かにこのパターンはないかもしれないもうちょっと違う方向を想像してたんですよ、はいはい、だからあの天璋院をやるぐらいのイメージで僕は言ってたんですけど、そっちじゃなかったかっていういやでもそうですよね、普段多分やられてるその何でしょうね、あの役お役とかだと、ええ、まあ、こういうタイプなかなかないと思うんで、なかなか、まあ、実写ではまず無理なんで、まあ、あんまり人類が出会うタイプの役じゃないでそのセリフテキストいただいて、すげえこと言ってんだこいつ、何言ってんだろうほんとごめんなさいほんとごめんなさいですけど、最初は思いました、うん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 、あのハンバーグより姉ちゃんが好きなんだぜ、どういうことだそこだけ切り取ったらねそうですね、だからそのファーストインプレッションのその衝撃は まずあって、で、まあ、その一回こっきりの挑戦なんだったらちょっと頑張ってこういうキャラクターも演じてみたいです、じゃあ やらせてくださいって言って、そのめちゃくちゃ無理をしてやったんですよ面白い、はい、でその結果、まあ、今30手前になってきて、うん、ちょっとでもそう、最初の方の制作の時とかもいや逆にあの歌うますぎちゃって絶対 もうちょっとあの幼い感じでね歌ってもらっていいですかねみたいな結構言った気がしますね。そうですね、そうそう、あそこやめてくださいみたいなそこしゃくらないで、そこビブラートかけないでみたいなマイナスディレクションという、ええ、なかなかない、あふれんばかりのうまさ、うん、せっかくならソロ曲もちょっと触れたいですよね、はい、さっきお話もねいくつか出てましたけど、はい、でもご本人に聞くの緊張するね、やっぱりね。そうですよね。いやいやいや、
大好きですよ、その曲。でもなんかそのソロ曲をもらう感覚ってどういう感じなんですか？はい、でもやっぱり今までずっとユニットで歌ってて、うん、それでまあラビッツっていうまあ一つのそのなんだろう集合体ではあるわけじゃないですか、はいはいはい、で集合体としての歌っていうのとやっぱりソロ曲ってなんてそのキャラクター一人にこう特化したフィーチャーした、うんうんうんその楽曲になるっていうところはやっぱり嬉しかったですよね、うんうんうん、でそのソロ曲があってやっぱりよりそのキャラクターにも深みは増すし自分たちの理解度も増すしというか、うんうんうん、なんかそういう意味ではすごく大切な一曲だったなと思いますね、うんうんうん、やっぱりミツルすごい最初悩ましたもんね歌詞書くときでもどこまでミツルにすべきかっていうのもありますしでもやっぱなんか彼って競技者じゃないですか、もともとね、そうですね、なんかその競争感というか、うんうん、割といい意味で勝ち負けをはっきりさせるっていう、うんうん、じゃないとやっぱり一等賞とかスーパースターとか絶対出てこない言葉なんで、うんうん、そこは大切にしたいなと思っていいですよ ね、 ますね、うん、諦めるってそんな難しいことなんて分かんないならダッシュすればいいだけですいや、ね、すごくないですか？いいですよね、うん、そうめちゃめちゃいいです、うん、そう自分ではなんか諦めるってこと自体方が難しいっていうのってすごいシンプルで彼らしいかなと思ったんですよね、うんうん、これは簡単に諦めるじゃないですか諦めがちですよね、ね、そうなんですよ簡単に諦めちゃうんですけど、ね、そう人によって違うんだよ簡単なことそうですねでもなんかすごくやっぱこの曲が出てその視聴者の方というかファンの方たちにもなんかこの曲であの元気もらってますとか頑張ってますとかそういうの結構たくさんあのお手紙とかもいただいたりとかするんですごく大切な曲ですねこれは確かになんか一日の始まりとかに聞いたらなんかすごい元気もらえて、うん、今日も頑張ろうって感じになれますよね一日のスタートダッシュなんですね、うんうん、やっぱちょっと音楽番組やった際ねそうですね1曲目として1曲目スタートダッシュしていただきたいお決まりのっつってスタートダッシュダッシュどうぞ聞きたいよ聞きたいですねミュージアムですかやりましょうよやりたいですねじゃあ、偉い方がね9月になったらスケジュール空いてますか早いな早いな、はい、直近だな9月あ10月かな10月かなもうちょっと12日かもしれないもうちょっと12日かもしれない待ってられないんだぜともう待ってられないもう待って早くやろうもう明日やろうもうそんなところで最新の曲にも触れていきたいなと思うんですが、はい、ラビッツの、ね、新曲 Fall in Rabbit's Wonderland ですねいやーなんか来たなって感じですね、まあ、ラビッツが、ね、好きなんですよねそうすごいよすごいすねドキドキしちゃった僕は最近これ趣味があってまあこれミツル貫突して、はい、あの特別の白い衣装をもらえるんですよ、はい、5枚重ねると、はい、でそれも使うんですけどあのこの振りがねマジ極悪であの要はラビッツじゃないキャラクターにこれやらせるとめちゃくちゃ面白いんですよそうだよね、うん、すごいですよねこの振り付けのみんなどんだけキャラクターを愛してるんだろうと思いますけどねすごいですよね。すごいなあ。この CG を一生懸命作ってくださってるスタッフの方たちも本当にゲロ吐きながらここまで来てくれてるのかな。おいでって言っちゃうもんね、俺本当に。すごいですよね。これはちょっと確か楽曲を歌った時はあの実はまだそのストーリーが定まってなくてそうなんですよ逆に先に曲があってそうそうそうそしてミツルがその、まあ、星5になりますよっていうところだけはあったの で、うんうんうん、でそうそうそういうことが多いんですよねびっくりするよだから、うん、曲書いてから記憶喪失になりましたってうんっていう落ちた時頭打ったかなと思ってフォーリンラビットした時にそうでも結構ディレクションでは、はい、あの結構そのエロティシズムを前面に出していいですっていう風に言っていただいてだいぶだからなんだろうリップ音っていうんですか、うん、唇鳴らす音とかを結構入れてたりとか、はいはいはい、ちょっと小ネタ小技をそのビブラートもちょっと緩めにしてとか、うん、あの息多めに抜き加減もちょっと大切にしてみたいな感じで歌ってみたんですけど
それがいいんですよ。やっぱり雰囲気みたいな曲の雰囲気が全然今までと違って、うん、ラビッツの曲を書かせていただくっていうことで最初メール見た時にあラビッツなんだと聞いた時に、はいはいはい、曲聴いた時にもう手がこうなりましたこれこれやりたかったって本当に思いました。でミツル星5でしかもこれをやりたかった。やっぱりもう、まあ、なんかツイッターでもねプロポーズしたらいいんじゃないですか。これねおじさんがやるとやばい。もうそのさっき話に出たんですけど実はその楽曲発注とかするときって、はい、そのこういうイベントになりますっていうようなプロット的なものがあるだけで、はい、それまあ、星がこの人ですってこういうストーリーになる予定ですっていう内容で、うん、実際のストーリーはまだないんですよ、はい、なのでその状態で曲を作ってやるんですけど僕もやっぱ曲上がってきたときにいや攻めたなぁと思って本当思った。これラビッツこれで大丈夫かなって若干思ったりもしたんですけど、はい、でも実際こうなんかこうイベントが始まって、まあ、MV もできて、うん、ストーリー読んで曲やってるとあハマってんなぁと思って。すごいよね。いやすごいと思って組み立てがどこで誰がこういうことしてんだろうと思うぐらい。いや本当ですね。僕も分かんないですからね、うん、でもちゃんとその辺をうまくやってくれてるんだなと思って、うん、だその作ってる時もこういう舞台美術になる想定ですみたいなのあるんですけど、うんうん、実際の絵は見てないから、うん、はい、こう出来上がり見るの毎回楽しみで、うん、きっとだからもらった時に星5ですって、はい、今までと毛色の違う曲だったからおなるほど、うん、なんか新しい感じだなっていうきっと思われたんじゃないかな。そうですね、うん、もうそれは完全になんか、まあ、曲調もそうですし、うん、もちろん歌詞もそうだし、うん、その歌いパートもそうですけど、うん、結構こう今までと違うなっていう、うん、あでもこういうのを歌ったことなかったしなんかこれをラビッツで歌うんだっていうのはなんかすごく新鮮でしたし、うんうん、楽しかったですね。やってて意外とラビッツのメンバーって俺違和感ないと思ってるんですよこういう曲って、うん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 、怪しい雰囲気っていうかだからミツルってやっぱりすごいかっこいいと思ってるんです俺、うんうんうん、かわいいんですけど、うん、はい、何がすごいってやっぱラビッツって一番強いのはこれをやった時のギャップがあるから他のユニットでもズバッと抜けるっていう。ああなるほど、うんギャップがねしっかりあるからこ そ確かに、うんうんうん、今までのシノノンを知ってて知ってて溜めて溜めてあの MV でおいでって言われた時にもうこうなるんですよなんかミュージックになる時にそのミュージックになってから、まあ、ブランニュースターズやらせてもらってラビラビ撮ってっていう感じで順を追ってこうレコーディングさせてもらったんですけどその時にそのジュニアさんにお話ちょろっとだけさせてもらったのがまあ、ミュージックも1年経ってるんで、はい、ちょっと大人になってもいいと思います、うん、みたいな話したんですよ。そうですね。でそこから歌い方も少しちょっとだけ、なんて言うんでしょうね、大人感プラスしてもらって、うん、でなおかつ次の曲がこれだったんで今度は色気が出て色気がいやどんどん ね魅力がこのままいくとどうなっちゃうんだどうなっちゃうのかどうなっちゃうんだと思ってたらカップリングがそうなんですよそうなんですよね。カップリングはなんか初心に帰った感じがしましたけどね。そうなんですよ。あのなんか5月あれ4月かな5月かなの特番でシノンのフェアリーがちょっと V 登場してもらったんですけど、うん、はい、その収録風景がちょうどこのうさぎの森の音楽会の時の収録の風景が出てたんですけどその時全然アレンジが違ってなんかその管楽器が結構入ってたんですけどなんかそういう感じじゃない方がいいなって思ってで今回その何でしょうフォーリンがこういうちょっとかっこいい部分がすごい出てたのでやっぱちょっともうちょっと可愛いに振り切りたいなと思ってなんかこう金管楽器入れちゃうとちょっとスタイリッシュというかかっこよくなっちゃうからやめようって言ってでちょっとこう何でしょうね中学校とか小学校とかに置いてあるような楽器をどんどん入れようと思ってちょっと集めてリコーダーとなんかこう何でしょう鍵盤ハーモニカとなんかこう木琴みたいなやつを買ったんですよ。でそのアレンジャーの脇君と2人でスタジオこもってあでもねこうでもない言いながらこうどん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 叩いてたんですけどテンションが上がりすぎたせいか機材が発火してえどういうこと小学校の機材発火よ叩くのじゃなくてなんか収録のスタジオでそこもってたらなんかすげえ変な匂いすると思ってなんかビニールが燃えたような匂いがするなんだろうと思ったら機材が煙出てて、そうでしょそんなことあるそうちょっとお互い機材がねなくなるぐらい酷使して頑張って楽器レコーディングをしたんだよっていううさぎの森の音楽燃える燃えるっつって山火事だってなっちゃうから
カチカチ山じゃんそれ。ウサギはウサギでも。でもなんかおかげでね、すごい可愛くなったなと。でも初めてなんかこうそういう楽器取りあんまやんなかったんで、その木琴もなんかこうちゃんとした木琴とかはあるんですけど、はいはい、これちっちゃいやつじゃないですか、学校にやるああいうので取ったりとか、うん、なんか改めてやるとこの鍵盤の小ささにびっくりしましたね。可愛いね。そう、こんなに押さえづらかったんだと思って。そんな感じのこのね、はい、ラビッツの新曲2曲入った、CD が来週7月7日に7月7日、はい、発売されます。七夕でございます。七夕ですよ。ねえ、縁を感じますよね。縁を感じますね。本当いろいろ本当に狙ってんの。すごい。七夕発売でございますよ、皆様ね。ぜひゲットしてください。これをね、ちゃんとこう密閉されたヘッドホンでこうウサギ型のやつね、ウサギ型のやつね、聞いていただいて、そのままキュンジしていただければ。キュンジキュンジにはね、シーンキュンジでお願いします。ぜひ楽しんでください。楽しみ。はい、縁も竹縄でございますが、はい、が本日お誕生日様がなんと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 、もちろん忘れておりませんよ。はい、いや催促したみたいな。そんな今買いに行ったとかないですから。全然ないです、ないです。収録中にすごいスタッフの方がガンダッシュしたことはないですから、はい、そう、誕生日なんですよ。48歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。48歳ですか。そう、おいでって書いてて、おいでって書いてて。いただきます。おいしい、いいね。ありがとうございます。本当におめでとうございます。やっていただいて、ね、60歳ぐらいまではちょっとあなたの作詞をしていただいて。あと10年ぐらい。う、ね、うん、60で終わると思ってないよ。もうどんどんその脳をそのね、アイドルにしていただいて、アイドル脳にしていただいて。48歳の抱負としてはどうですか。え、48歳の、はい、そうですね、もう書き続けるしかないなっていう。常にやっぱりアンテナっていうか面白いこと探しとかないと、やっぱりいつでもなんかね、楽しくなくなっちゃうんですよ、人生って。そうですね、うん、でもアンサーとかってやっぱそういうきっかけたくさんくれるなと思うんですよ。なんか知らなかったこととか、自分じゃない人生を歩んでる人たちが、もう50人以上の人生がバッと乗ってくるわけじゃないですか、うん、でそれをなんか通して見る世界って面白いなと思うし、うんうんうん、その向こう側に広がる世界も素敵だなと思っていつもやってるんで、はい、うん、それを与えてくれる世界ってのはやっぱすごいですね。本当そうですよね。世界は、改めて池田さんどうでしたか本日。そうですね、楽しかったですね。まあまあ、こうやって楽曲についてだったりだとか、うん、こんなにしっかりこう深掘りしてお話できるタイミングもなかったので、うんうん、なんかね、皆さんもきっと初めて聞くお話もたくさんあったでしょうし、うんうん、僕も実際そうですし、だから楽しかったなと思います。で、まあ、来月からはその MC に就任ということなので。あ、そうですね、はい、はい、イケピースタジオに変わってからも皆さん、ぜひの方よろしくお願いいたします。いや、肩の荷が下りるな。割と本当にホッとしてる。松井さんどうでしたか。もう本当にやっぱキャストの方とこうやってお話しできる機会っていうのもなかなかないので、うん、僕いつも引きこもりなんで。大丈夫です、僕もです。やっぱりでもそのキャストさんを通して見るミツルっていうのもまた新鮮っていうのもおかしいんですけども、改めてそういう機会ができて本当に良かったなと思って、うん、これからもクワピースタジオが50回60回と続いていく中で、まあそれがイケピースタジオになるんですけども、こういった機会がまたあれば嬉しいなと思っております。ありがとうございました。はい、そんなわけで本日は以上となります。ゲストのお二方本当にありがとうございました。それでは本日お相手は、天満滅略の池田上純也と作詞家の松井陽平と、アンサンブルスターズの音楽プロデューサー桑原悟でした。またクワピースタジオでお会いしましょう。イケピーかもよ。ありがとうございました。イケピーチャンネル期待してます。期待しよう。さよなら。さよなら。はい、番組は終わったわけですが、まだ大事なヤーツが残っておりまして、はい、あれですね、はい、例のあれですね、例のあれですよ、はい、いいですか、皆さん分かってるんですね。もちろんなんとなく分かってる。ふわっとしてるけど、そうですね、これがないとね、ちょっとやっぱ番組がちょっと成立しない可能性があるんでね、はい、ぜひお願いします、ということでいきますよ、はい、この番組が良いなと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。登録してぜひ何回でも見てね。イケピースタジオ愛してるよ。